話 <laughs> 愚痴しか出てこん <laughs>。あの、すごいむかつく話があって、あの、桜は、大人なので、私に、あのー、多分公式、公式に発表になる前に、実はやっぱり2年半、向こうに行くことになりそうですって話を私にしてきたんですよ。LINE <laughs> をしてくれて、あ、そうだよね、やっぱりそうだったんだね、頑張るってね、みたいな感じの話をしたんですけど、ナコっていう子がいて、その子は私がそもそも握手会で、 私のファンで握手会にずっと来てくれてる子で、その子のことを、可愛いからオーディション受けた方がいいよって言って、なんか AKB だったんですけど、HKT に移籍になったからわざわざ東京から HKT48 のオーディション受けてくれて、HKT に無事になって、そっからもう私がもう大事に大事に育っててきてた存在だったのに、なんと、この子は私に2年半行ってきますってことを何にも言わなかったんですよ。で、 むかつくなと思ってたんですけど、まあ、忙しいのかないつか行ってくるのかなって思ってたら、もう向こうに遺跡になってしまっていて。で、そしたらもう余計なことなんですけども、スタッフさんが、サッシ怒ってるよって言っちゃったんですよナコ <laughs> にまあ、かわいそうなんですけど、まあ、でも言っちゃったもんは仕方ないし、嘘じゃないから、もういいやと思って <laughs>、私は我慢して、何も本人にも連絡取らずにいたら、ナコから突然、超長文の LINE が来たんですよ。 もうなんかもう多分焦って、やばいサシコちゃんむっちゃ怒ってるらしいみたいな <laughs>。焦って超長文を送ってきて。でもその文章も、これ、桜が考えたんだろうなっていう文章だったんですよ。<laughs> いやもう桜が優しいから、いやサちゃんにこうやって送った方がいいよってアドバイスしたんだろうなっていう文章が送られてきてたんですよ。でも私そもそもあんまりメールの返信をしないタイプで、まあいつか返事するかと思って、まあデビューの時にでも頑張ってって送ろうかなと思って。あの、その時は無視してて、 しただもう次の日になっても私から返事が来なかったなこはちょっと焦ったんだと思うんですよ。で、ただ、その、長文で送った内容の、その次に何を送るかすっごい迷ったんです、と思うんですよ。そのラインが、ちょっと、ま残してるから、ちょっと待ってくださいね。その、多分そ焦るじゃないですか、先輩に、すいませんでした、ちゃんと報告するべきでしたって、で、ちゃんと2年半頑張ってきますっていう。 ラインを打ったのに多分帰ってこなくて多分それ普通考えたらめっちゃ怖いじゃないですかでも私もその時忙しくってもういいやと思って返事しなかったんですねまあその内容っていうのが遅くにすいませんみたいな言わなければいけないことを言えずにいましたっていうのを超長文でまあ多分これ桜が考えてるんですけどね <laughs> そしたらその次の日に私がツイッターを更新してるのを多分本に見たんですよで で、やばいと。サしコちゃん、じゃあこれ無視じゃんって気づくんです、そこで。ナコには LINE 返してないのに、ツイッターは更新してるってことはガチ無視だと。多分焦って、その時に私がツイッターで書いたのが、ああ、唇カサカサすぎてもう嫌だ、みたいなことを書いたんですそしたらその、超長文の次に、 なこも唇カサカサですって送ってきたんですよ。多分。どうしよう。やばい。どうしようと思って。それもなんか面白かったんですけど。センスいいなと思ったんですけど、もうなんて返していいか分かんなかったのと、本当にその当時忙しかったので、それも無視したんですよ。したら、その次の日は私は Twitter を更新しなかったんです。ただ多分送ることないじゃないですか。私が何してるかも分かんないからどうしようと思ったのか。その次の日は、今日は撮影でトンカツ食べた。 チーズがいっぱいで美味しかったったていう日記をついに送り始めてきたんですね <laughs> でそれで、ね、もう許す,許すっていう言い方すごくおかしいですけどちゃんとなんかも申し訳ないなと思って <laughs> でその次の日に「幸子ちゃん元気ですか?」って来たんで「元気を頑張ってね」っていう風に送って解決というかそれから普通にもう LINE はしてるんですけどっていうちょっと裏話的な。 この時はまだ卒業発表してなかったので、ただ韓国に行って頑張ってた時だったんで、すごい申し訳ないなって思ったんですけど、かわ、まあ最終的には可愛い,い <laughs> なんかナコっぽいなって、桜は定期的に頑張ってますよとか、HKT のこととか LINE くれるんですけど、<laughs> ナコは本当にそういうとこだらしないというか、もう子供というか、だらしなくて、で結局この間、 あの東京に戻ってくる時東京というか日本に戻ってくる時にさくらはなんかお土産で私が好きな食べたいって言ってたラーメンを買ってきてくれてて幸子ちゃんラーメン買って帰りますねみたいな感じで連絡くれてたんですよで実際東京に戻ってきて会見囲み会見みたいなので指原さんに何か連絡取りましたかみたいなでさくらはまあ なんか、連絡取ってますよ、みたいな話をしてて。で、ナコはもう本当正直に連絡取ってないので、あの、デビューするよってことを、あの、連絡したいと思いますっていう、まあ、超無難なコメントというか、なんでもないコメントを言って、当然私に連絡することもなく。<laughs> 本当に、マジで、本当超いい加減で、めちゃめちゃムカつくんですよ、ナコって。<laughs> かわいい。めっちゃかわいいんですけど、多分、その時は必死で、もう覚えてないんでしょうけど。この間も、えー、っと、 えっと、なんか全然関係ない LINE をその後結局してきて、まあ関係ないというかちょっと話してた LINE を今更してきて、で、なんとなく話してた後に、矢吹奈子ちゃんが会見でこの後サしこちゃんには連絡しますって言ってたけど来てないねって言ったら、あ、ごめんなさいって,ってす,すぐ <laughs>、うん。だからそういう子なんですよね。だかかさくらはさくらでそういうタイプだし、奈子は奈子でそういうタイプでどっちもすごく可愛いんですけどっていう話。全然卒業の話してない <laughs>。<laughs> 저도 <laughs> 겪을게요. <laughs> <laughs>